皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年度は私どもの拙い YouTube を見ていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。今年もですね、さほど変わらない内容かと思いますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、業務スーパーのフォンダンショコラベルギー産をいただきたいと思います。こちらはですね、ネットでかなり美味しいということで、あの記事を見て前々から食べたいなと思っていたんですが、やっとゲットすることができました。2個入りで 180g になっています。ココアケーキの中からとろりと出てくる濃厚なチョコレート、ご家庭で本格スイーツをお楽しみいただけますということで、こちら冷凍食品になっているので、1つあたり 500W で約1分加熱してから準備しています。1個あたり 346kcal、 結構ありますね。うん。でこちらがいつもの原材料です。チョコレート、バター、もろもろ使われています。原産国ベルギーです。ではでは、こんな感じになるんでしょうか。映しちゃってたけどね。これ、冷凍食品だったんで、温める前は本当にアイスケーキみたいな感じだったんですけど、今回は本当に1分でいいのかなと思いつつやったんですが、1分で結構柔らかくなりましたね。ですごいチョコの香りがすごいよね。うん。じゃあちょっと分かるように、あー、とろけていますね。この備え餅との何とも言えないコラボレーションがなんかこうとろっと流れ出てくる感じではないんですが、中までしっかり1分で火は通ってます。こんな感じわかりますかね。とろとろ感、とろとろ感多分伝わってる。溶けたチョコって感じかね。いただきます。うん、甘い。うん、すごく濃厚なチョコです。甘いんですけど、後味はそんなに甘くない感じ。ビターチョコとかなのかな、ね、すごい甘いのかなと思いきやね、香りもすごい甘いじゃない。そうそう、香りがすごいけどね、そう口に入れた時はね、もちろん甘かったけど、うん、すごく甘いって思ってから、いや甘すぎないかなみたいな、まあ、ちなみにこっちはね、手作りですねちょっと食べてみて、うん、飲み物は一緒にあった方がいいな。緑茶も合う。音がなくなっちゃう感じのどっちか喋ってないとねっていう。どう？あ、でも結構甘いね、本当に、うん、でもすごく甘みが口に残る感じでもないよね。うん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 、すごく美味しい。これサイズがね、うん、そんなに大きくなくて、うんうん、手頃なサイズだから食べやすいのかなっていう気はね、うん、これまた電子レンジがあれば1分間 500W ということで、すぐ食べられる状況になるので、うん、ちょっとお客さんが来た時に、もちろんケーキ屋さんのケーキもいいんですけれども、こういうのを用意しておくとすぐ準備ができるのでおすすめかなと思います。
チョコレートが苦手な方はですね、チョコ感が強いのでちょっと食べられないかもしれませんが、チョコが好きっていう方にはおすすめです。では皆さん、いってらっしゃい。